はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ネムジン TV でございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ヨンさんの駅の裏側に来ました。はい、はい、裏側は、まあ、電気サンガーといいましょうか。はい、まあ、いろんな電気用品がいっぱいね売ってるとこなんですけど、もう韓国ではね、うん、パソコンとか電化製品買うならヨンさんに行けっていうぐらいね、はい、言われてるぐらい、そのすごい多いですよね。安くて多いところが、はい、ここです。はい、はい、ちょっとね、今日はこのヨンさんの電気サンガ、電気商店街っていうのかな、ここを見てみたいと思いますよ。はい、はい、もうそこを見たら43駅がね、前がねあって、43駅から徒歩、まあ、10分ぐらいですけど。そうですね、はい、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。行ってみましょう。行きましょう。これは携帯電話が多いね。トンシンサですね。あ、トンシンサだね。はい、KT もあるし、うん、SKT もあります。左ですね。左ですね、うん、KT があって、まあ、日本でいうとソフトバンクとかね、うん、あのドコモとか、うん、AU とかボーダフォンとか。ボーダフォンあったよね、昔ね。昔あったね、うん。まあ、ここあたり見るとゲームとかもね置いてあります。はい、あ、昔のファミリーコンピューターね。東京だったら秋葉原みたいなもんかな。そういうことでしょう ね。ちょっと人は少ないですけどね。まあ、中古とかも売ってあるみたいですよ。中古がね、うん、ほら、いろんな陳列とかしてありまして、本当に中古だよね、この辺は。うん、中古って書いてある。中古が多いね。で、ここプレイステーションって書いてあるけど、プレイステーションね。ただ看板だったかな。あ、この中がね、ゲームのコーナーみたいなんで、あ、プレイステーションのね、うん、あ、売ってあるみたいですね。まさかプレイステーション5はないよね。どうかね。今在庫不足が激しくて、もう全然手に入れること難しい状況なんですよ。だけどもうちょっと寂しい感じですわ。寂しいね、うんうん、ちょっとこの辺はトンシンサが多かったり、中古が多かったり、中とかね、ガラスケースの中に全部商品が入ってて、うん、ちょっと寂しいね、ここね。ちょっと行ったらね、ショッピングモールみたいなところもあるみたいなんで、はい、マイクとかも売ってあるね。マイク、うん、あ、レコーダーかな。あ、携帯や、昔の携帯や、ね、携帯だ。すげえ、これ使えるんだな、こんな今ね。ね、僕は高校生とか20代前半の時に使ってたような携帯です ね。僕も韓国来たばっかりの時はあんな感じでしたよ。ですよね、スマートフォンになったのも最近ですね。そうそう、まあ、ちょっと寂しい感じでございましたが、出てきました。出てきましたね、はい。そこにね、その建物があって、中にいっぱい電化製品が売ってあるみたいなので、はい、そちら行ってみますか。電子ランド本館って書いてますね。はい、ちょっと行ってみましょうかね、はい。歩いて行けますね。これなんか人形が座ってますね。人形が座ってる。うん、どうぞ、うん、どうぞ。これホテルですね。すごいホテルだね。うわ、はい、ではちょっと行ってみたいと思います。はい、電子ランド結構広いらしいですからね。本当ですか。スターバックスもあるしね。まあ、今ね、こういうところができてるから、こういうところにみんな入っちゃうのかな。ね、この建物の中に今から行ってみたいと思います。はい。これ何？バッテリーですね。あ、バッテリーね、うん。バッテリーってどんなのがいいんですか？ん？どんなのがいいんですか？どんなものがいい？うん、アンペア数とかあるじゃないですか。アンペア数ね、これが大きいといっぱい入るってことですか？2万アンペアとかね。うん、これ1万とか。30万。あ、違う、3万。3万ね、結構大きいね、うん、大きいんですね。あんまり重いとまだね、使いにくいんだよね。あ、高級なね、マッサージ椅子。お、噂の iPhone、 新しいやつ。わかります？めっちゃ懐かしくないですか？あ、電子辞書使いましたね、昔。僕留学してる時使ってた、オーストラリアに。うん、昔使ったね。これがテープレコーダーってやつですよね。あ、そうそう、ボイスレコーダー。
こっちはヒゲソーリーですね。ヒゲソーリーだね。ネモさんの好きなラジオもあるし、ネモさんの好きなトランシーバーもあるよ。トランシーバー好きですよ。ね、トランシーバー結構ネモさんやってたっていう噂が、はい、なんかあの資格とかもあるんですよね。あ、アマチュア無線ね。うん、そう、無線のこういうカセットテープなんか、これ昔懐かしいよね、こういうのね。ロッテとかのカセットあるんだ。え、ロッテ、ロッテ、ロッテって書いてあるじゃん。あ、本当だ、ロッテのカセット。初めて見たな、ね、こんなやつあったんだ、トランシーバー。すごいね、昔のやつだもんね。すごいな。こっちはもう炊飯器とか掃除機とか、すごいね。だけどあのやっぱりカメラって言ったらキャノンとか、うん、ナイコンとか。ニコンね。いや、アメリカ読みでナイコンっていう。ナイコンっていうの、はい、ニコンのこと。あ、ナイコン。へえ。キャノンとかね。あ、ベンキ、ベンザ、ベンザ。これね、中古のテレビなんですけど、これで今20万ウォン、2万円ぐらいらしいですね。で、めっちゃ画質が悪いよね、やっぱね。うん、安いだけあって。このテレビはどうですか。こんなんいいですね。すごいね、このテレビ。持ち歩きラジオみたいな感じなんですか、これ。こんなテレビすごいね。持ち歩いてカラオケとかじゃないですかね、これ。あ、そういうことかな。で、広いよね。広い。めっちゃ広いです。やっぱ電化製品サンガっていうだけあって、いろんな商品が置いてありますね。電気のね。いろんな商品がね。掃除機から何から。な、掃除機とかめっちゃ高いですよね。いくらですか。559,000ウォン。有名なブランドなのかな。ダイソンじゃないもんね。エレクトロックス。エレクトロックス。ラックス。これがダイソンですね。ダイソンで699,000ウォン。うん。ダイソン自体は少ないよね。そうだね。まあ電気ってこともあるかもしれないけど。うん。少ないね。少ないね。え、これどうなってんの。レコード、レコードですかね。レコードですよね。だけど最近の人たちのね、サムさんとかのもあるし、最近のやつですよ。レコードだ、レコードって書いてある、ね、レコードって書いてあるね。レコード、昔よくね、なんか DJ のモノマネみたいにしてたんですよね。レコード版で DJ のそのあれ使ってね、キュッ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 とか言って。ああ、ジョーさん、レコード版とかあった、うちに。ありましたよ。あった。うちもなんか結構音楽関係好きだったんで、あ、父がレコード持ってましたけども。スピーカーがすごいのがあるね、うん、本館と新館があるんですね。そうだね。新館は何があるのか。こういう風な食べ物食べるところもあります、ね、あ、こっちは食べ物が多いのかな。いいナムジャンがあるじゃないですか。本当だね。へえ。結構広い作りになってますね。こうカフェとかもあるし、うん、お、YouTube って書いてある。なんか LH スタジオ。あ、こういうとこ借りれるんじゃないですかね、スタジオ。うん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 。あ、 YouTube 関係の、ほら、うちのマイクだって売ってある。あ、本当だ。 YouTube 関係のね、マイクとかこういった照明とかカメラとか売ってますよ。 GoPro 売ってある。 Osmo。 あ、これ、これとか、見せよ。これとかいいんだよね。最近出たやつ、これ。へぇー、違うの検査なよ。え、クロミアンザミア4時面なのよ、最近出たやつ。よこ、よっけプリードで見たのかしげちな。ねぇ、よけどこれけど、いくもええよ。カメラ、カメラ、Osmo ポケット、あ、Osmo アクション2。あ、예、이게이전에그거였어요。아、그냥카메라요。예、うわ、이거로찍으면편한데。이렇게찍어요。응、오、그렇구나。얼마예요그거。이게잠시만이렇게스크린두개로되있는콤보가636,000원이고요아이스타만그리고아니면은요거대신그냥배터리만있는거가이제509,000원네이런식으로모듈방식으로돼있어서그래가지고굉장히쓰기가편하세요그리고요부분마운트부분은고프로랑이제액세서리랑호환이되기때문에그냥기계는요걸로하시고액세서리는그냥고프로액세서리쓰시면돼요
すごいね、YouTube の、 その撮影機能、YouTube に特化した機材がいっぱい売ってるんですよ。ここくらいいいじゃないですか。これジンバルもいっぱい売ってるし、ね、うん、ジンバルも結構ネモさんが持ってるやつ、これですね、これですよね。ちょっとこれとちょっと違うな。で照明とかも結構気になりますよね。照明ますね。これあのグロン、ドローン、グローン、あ、ドローン、ドローンね。すごいね、ここ。ドローンもなんかサイズによってなんか規制かからなかったりとかあるんですよね。ありますね。大きさによってはなんか航空法、航空法引っかかって飛ばせなかったりとかするみたいな、うん。いや、これカメラもいっぱい売ってるし。いや、安いね。あれ？これ1590ウォンじゃないよね。159万ウォンですね。あ、159か、うん、レンズだけで。すごいね、いやらしいね。これジンバル、ここありますよ。ジンバル、どれがいいんですか？今僕使ってるの、これですね。これ Vlog ポケット9万5000ウォン。はい、安いやつです。いや、使ってますね。うん、これ YouTube 最近やる人多いから、こういうとこ来れば揃えれますね。完璧ですね。389万ウォンだって。わあ、そっか、アルファ7。一番新しいやつなの？いいやつですね。ねえ、ハワイ住みだ。じゃあ、いが、ハングゲサルゴイの일본사람이사람이니까일본사람한테한국을소개하려고네지금하고있어요네구독해드릴게요네모준알려주세요아네모준 TV 라고나온다네이거입니다아반갑습니다감사합니다여기스타디오도있어요스튜디오예요저희스타디오예스타디오는한시간얼마나한시간지금시간당4만원시간당4만원4만원저희뭐카메라안가져오셔도저희방에돼있으니까아네빌려드리거든요4만원만하면네한시간에4만원네그렇게아그래요그메모리카드같은거는우리가가져와야되는거죠그렇죠아그렇죠네그럼이거도봐도되나요네그네명함도하나요아네감사합니다감사합니다네감사합니다こういう YouTube のスタジオがあるみたいで와와이렇게오射撃場もね。あ、本当だ。やってないね。お、なんかピストル撃ってるよ。あ、BB弾だね、これ。空気銃？BB弾。BB弾？BB弾知らないですか？BB弾って何？銀玉じゃないの？BB弾。BB弾知らないですかね、モさん。空気銃じゃない。空気銃じゃないですよ。BB弾ですよ。あ、空気銃じゃないの。また違うの。エアガンっていうのかな、BB弾のもの。あれ、なんていうの？ガンダムの前にあるやつ。ゲッターロボ？あ、これね、ゲッターロボだ。グレートマジンガーとゲッターロボ。ネモさん、マジンガーとマジンガー Z とグレートマジンガーどっちが好きですか？これマジンガー Z が好きですね。あ、マジンガー。うん、ネモさん、おもちゃ好きですか？おもちゃ好きです。ゲームがありますよ。全然わからん。インベーダー世代ですよね。はい、そうです。なんか韓国ってバスケあるけどサッカーがないよね。サッカーしたいんだけど。こいつは昔得意だったんだよな。負けました。終わり？終わり。負けたそうです。20年ぶりですね。ね、こういうのネモさん結構あれですよね。うん。まあね。やっぱ高い214万ウォンだって。214万。うん。いいよね。逆になるしね。出てきた。ネモジン TV 出てきました。
ここはチョリップ PC ですね。組み立てのパソコン。へえ、組み立てのパソコンって言ったら結構ね、うん、高いですよね。まあね、いろんなものを組み合わせて自分で作るんですよね、高性能のパソコンを、うん、この画面すごくないこれ。これ長いよね。長いね、すごいな。じゃあパソコンのデスクとして使うんですよね、うん、最近のこのレンジが。日本結構昔からですよ。あ、本当。僕日本住んでた時からもこれ多かったですよ。もうこういうガスつかないやつ、もうオール電化だったからかな。オール電化でね、うん、これむっちゃ薄いですよ。ネオOLED 8K、 むっちゃ薄くないですか。薄いね。むっちゃ綺麗。めっちゃでかいな。やっぱり値段は結構しますね。1,487,600円を。ああ、ちょっとこういうのでみたいに 8K だからね。これめっちゃ綺麗ですよ。だってこれ2センチぐらいしかないですよ、幅が。2センチもないんじゃないかな。そうなんだ、すごいね。めっちゃ薄いよ。すごいね。バンダイナムコ。すごいね。めっちゃ綺麗だね。これゲームですからね。ゲームなの？うん。実写じゃないですか。本当。すごいね。すごいね。いやーすごい。いやー。これがキムチ冷蔵庫ですね。139万9000円。あ、139万9000円。むっちゃでかいね。うん。まあ、こんな感じでキムチ冷蔵庫がね、13万円ぐらいでいくつか置いてありますね。韓国では必需品ですね。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。はい、はい、今日はですね、ヨンさんの電子ランドをちょっと見てみました。見てましたね。はい、はい、まあ、いろんな家電製品がたくさんね、売ってますけども。いや、本当電化製品のところがいっぱい集まってる感じだから。そうそう、もう何でも揃う。そうだね、うん、カメラから、ね、パソコンから家電用品から何でも揃うところでございます。はい、僕ら YouTube やってるんでね、 YouTube のいっぱい機材売ってるところもすごく気になりましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。僕らはやっぱパソコンとかの方が気になったけどね。あ、本当、うん、はい、ということでね、今日は久しぶりにヨンさん来たんですけど、ちょっと電子ランドのとこをちょっとね見てみました。はい、はい、寒いけどね。今日ちょっと風がね強いですけど、中はね暖かいですけど。はい、はい、では皆さんまた次回動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。はい。